チャオちゃんです。ちょっとね、道徳と倫理っていう話でね、道徳と倫理ってのなんやねんやろなって話になってね、スタッちゃんもいろいろ考えてみてんけどね、道徳と倫理ってよく似てるようやしやねんけども、道徳と倫理って同じじゃなくね、また似て異なるものやねんね。で、道徳と倫理ってなんやろなちょっと調べてみてんけど、道徳っていうのはね、人が守るべき規範ね、で倫理っていうのは社会において人が守るべき規範、だから人が守るべき規範っていうのが一緒やねんけども、道徳の場合はもやーっと大まかに人が守るべき規範やねんけども、倫理っていうのは社会において人が守るべき規範っていうことやねんね。でそれ何かっていうと、まあ、道徳で言ったら、他人に悪口言っちゃダメだよとか、他人を傷つけちゃダメだよとか、何かねこうしてもらったらありがとうって言いましょうとかね、そういうのが道徳でね。で倫理っていうのは何かって言ったら、なんか人が生きていくために内面的な規範、哲学みたいな感じでね、だから人が生きていくためにっていうことで規範、こう動くのが規範じゃないのかな、じゃないのかなって思うね、ごめんね噛んじゃって。だからね、道徳教育ではね、万引きはしちゃダメです。当たり前ね。じゃあ倫理的に言うと、我が子がもうお金がない。ね。明日食う金がない。で、やっちゃダメですよ。だからってやっちゃダメですよ。で、どうしてもこうね、もう今のこのご時世ね、そんな人はいてないと思うんだけど、我が子がもう餓死する寸前やと。だったら、おにぎり1個万引きして我が子の命を守るのが、じゃあ倫理ちゃうかなと思うよね。だから道徳っていうのはもやっとこうね、人がやっちゃダメなこと、人がこうね、どういうふうに守るのかっていうけど、社会において人が守る、社会において何を守らなあかんのかって言ったら、ルールを守るよりも命を守ることが先決やねんね。でこれってね、まあ、万引きちょっといろんなね例えがね難しくてね、例えばいろんな例えいくと、今言ったようにね、どうしてもお腹が減っても餓死する寸前に万引きすることはどうなのかって言ったら、あっちゃん倫理的にそういうのはありやと思う。緊急車両ってね、80キロやねんね。緊急車両って速度制限あんのかないのかってあんのよ。で、一般行動80キロ、ね、確か。だから一般行動80キロ以上出したらあかんのよ。でも一刻を争う患者が乗っとる時に救急車が120キロ出せるんやったら、もちろんそれを出すことによって事故ったらあかんし、で出すことによって中暴れたらあかんから、まあ出さへんねんけどね。例えばそのね、ほんま一刻を争って病院に着かないといけないって時は、120キロ出してもあっちゃんは倫理的にはいいんじゃないのかなって思うね。あとね、そういうね、やっぱ人のこう、ね、極論にはなるけども、どうしてもそのルールとかね、道徳っていうのも守らないっていう選択肢もありじゃないのかなって、それが倫理じゃんかなって思う、ね、だから第一優先に人の命っていうのが、ね、倫理にはついてくるんちゃうかなと思うのよ。で、なんて言ったらいいのかな、まあ道徳っていうのはやっぱりそのね、これまた道徳と倫理、あとはルールとマナーとかね、まあ、そういうのを、こう話をしていくとね、やっぱり何て言うかな、善悪二元論で物事を決めちゃダメなんじゃないのかなってあっちゃんもね、その時その都度で例えば未承認薬があって、未承認薬を使うと命が助けられるってなった時に、その未承認薬を使うのか使わないのか、これも倫理の観点やと思うね。で、大体道徳としては未承認薬は使っちゃダメって、使っちゃダメなのよ。でもそれを倫理的観点で人の命を守るっていうことで未承認薬を使うっていう選択肢もあるのじゃないのかなってあちゃん思うよね。これ例え話やで、あくまでもね。だからね、なんていうのかな、本音と建前があったりね、やねんけども、結局だから日本では道徳ではね、
復讐はしてはダメですとか。だけども倫理的に言うと、相手に殴ってきた相手殴らな分からない、体罰もそうやと思うね。道徳では体罰ダメです。今も体罰が何があってもダメですけど、一国争う時は体罰をあっちゃんしないといけないと思う。これあっちゃん実際の話じゃないけども、子供がねエスカレーターのこう巻き込みのところにこうくるくるくるって巻き込んどるところにこう触っとったのよ。それもしそのまま手ピュンって持っていかれたら、手ちぎれちゃうのよね、指ちぎれちゃう、下手したら命なくなるかもわからない。そういうねエスカレーターの下の巻き込みのところなんて危ないところやから、そこを触っとった。あっちゃんそれ慌ててすぐに溶けさせなあかんからパーンって蹴っ飛ばしたね、足 で子供が吹っ飛んだよ。でそれを見ていた人、もうこれも子供がねちっちゃい頃やから17、8年前かな、まだ子供が2、3歳ぐらいの頃やったよね。でその時ボンって蹴っ飛ばしたら子供がちょっと吹っ飛んだよ。まあそれぐらいの勢いで蹴らんかったらね手巻き込んだりなことやからね。でこれ倫理的に子供の命を守るためにあっちゃんは体罰って言ったけども蹴っ飛ばしたんやけど、それを見ていた道徳おばさんは、今子供蹴ったでしょって、虐待ですって通報しますって怒られたね。それ道徳の観点で人が守らないといけない、もちろん体罰はダメっていうのは体罰なんだけど、体罰をすることで命を守れないやったらそれは大事なんちゃうかなってあっちゃん思うのよ。これが倫理なんちゃうかなってあっちゃん思うねんけどもね、だからね実際本当に本音と建前じゃないけども、建前では人に体罰ダメって言っても本音では体罰をしないといけないことってあるんちゃうかなと思う。昨日ちょっとねネイリストさんと話しとってんけど、ちょうど体罰の話で、ね、昔はようね体罰で殴られたよねって学校の先生からコンパスとか三角定規で殴られたりとか、体育教師が市内持っとってうろちょろしてしばかれたよねって話をしとったのよ。でこの前ねつい最近ねお祭りねぶた祭りでその棟梁みたいな人が、体罰をしたと若い子に言って SNS で問題になっとってんけど、そのカツを入れるためにで昔からやってきたからって言ってその人たちはやってきた。それは何かって言ったらやっぱみんなのこの士気高めたりとか一つになるために体罰をするね。で体罰された人自体は問題にしてないんだけど、カメラで撮った人が問題にしてる、そういうところやと思うんだけどね。だからまあこれはちょっと例え話から離れてるけどもね、道徳と倫理っていうのはね、だから道徳っていうのはねほんまに人が守っていくべきことねやねんけど、倫理っていうのは人の命生き死に関わることで、そういうねルールさえ守らんでもいいからルールさえ守る必要じゃ、なんていうの、ルールやねんけども守るよりもルールを破ってでも命を助ける方が大事ちゃうかなと思うのよ。だから立ち入り、何言って一番分かりやすいかな、立ち入り禁止って書いてあるところで、自ら命を絶とうとしてる子がおったら、こと人がおったら立ち入り禁止やから立ち入らずに指くわえて見てるのか、立ち入り禁止を無視して入ってルールを守る、ルールを破って入って人の命を助ける、どっちが大事ですかってあっちゃんも思うね。あっちゃんは迷わず、フェンスを越えていくでしょう。だから、道徳と倫理っていうのはちょっとなかなか難しいところでね。だから、あれしちゃダメ、これしちゃダメ、こんなんで通報しますか、じゃあって、ね、道徳押し付けおばさんたちがいっぱいおる中で、そうじゃなくそれを言うこと自体がもうおかしいんよねってあっちゃん思うよね。そういうところがね分かってない人たちが多い。だから道徳と倫理をね分かってない人が多いよねってあっちゃん思う。だから結局ねそういう他人にねいろんなことを押し付けるっていうのは道徳的にも倫理的にもまあおかしいんやけどもね、間違った人が結構多いなって思うあっちゃんでした。はい、ということで今日は道徳と倫理についてちょっとお話してみました。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの道徳と倫理のお話良かったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。